オーメンズイレブンゲームチャンネル。はいどうも、オーメンズイレブンゲームチャンネルです。私ただいま車の中におりまして、あの待ち合わせで来てるんですけど、友人がね、遅刻で待っております。一人で。現在の時刻が深夜12時26分日曜日ですね。でこのタイミングでまさかね、ガチャが来るとは思わなかったんですよね、武器ガチャが。なので何の心の準備もしてなかったんですが、今回のガチャオカルトなんですが、車の中で隠れてガチャをしようという、ガチャオカルトをしてみたいと思います。ちなみにね、目の前が警察なんで、このお面をかぶりながらねガチャするとすげえ怪しいんで、車内灯もつけてないです。ちょっと一瞬車内灯つけますね。こんな感じのお面を新調しまして、かっこいいですよね。で指輪、はい、というかこれを持ってきたこのタイミングで、僕はパソコンとこのお面を持ってたことが奇跡だなと思って、ガチャをやるしかないと思いまして、ガチャをやってみたいと思います。狙いはですね、僕なんだっけあいつ、あーもう対向車来たから気まずい気まずい。対向車の人なんであれって見てるわ。前回のガチャでアーモンドプレミアをね無事出すことができたので、今回の狙いはプレミアのモチーフ。まあけど星4の武器が何か出ればいいかなとも思います。これで出なかったらもう交換に出しますね。素直に2個しかね、いきなり星5出ないですもんね確か。だったらちょっとリスク高すぎるんで、とりあえずはプレミア狙い、プレミアのモチーフ狙いで、それ以外星4何か出ればいいかなと。ではいきまーす、ゴー。読み込みなし。読み込み、ああ読み込み大事だよなこれな。はいはい、出た出た、2個出た、ヤバ引き強い。え、今の星5って何、槍どっち、え、これプレミアのかな、まさか。え、そう、やばくない、え、そうかな、あ、違うか、わかんない、やばい、これちょっと僕情報不足、完全にね忙しくて見てないんですよプレミアの。え、そう、これちょっと見ていいかな、あ、違うか、あ、いきなり星5で出んのは、ん？これ誰の？あ、違うね。いきなり星5は結構出んのか。誰かの武器か。あいつか？あいつだ！巴だ！なんだよ、がっかりさせやがって！あのね、向かいからカップルが来たから、この辺で、ちょっと、恥ずかしいんで、一回隠れます。お面も取ろうかな。あ、すごい恥ずかしい。待って。カップルがね、ちょっと横を歩いてきてるんで、まともにこの写真、この顔は見せられない。しかし、今2個ぐらい出ましたね。完全に勝ちです。というわけで、やっぱり隠れてシリーズは結構ね、いい引きができるということが分かったので、皆様もぜひやってみてください。ご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひグッドボカッ、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。バイバーイ。